ですね、一問一答募集したんですよ。微積でした。あー、微積どの分野が好きですかって、物理は実生活にどういう時に活かされますか。活かされる、あられちゃんメガネをするときしないときは、はい、使い分けの基準はあるのですか。園田先生についてどう思いますか。ほどで始めました、もちしゃんです。さあ今回はですね、伊豆先生においでいただきました。はい、よろしくお願いします。はい、いやもう大人気で、いやなんかうちのチャンネル紹介動画なんか10万再生ぐらいいってますよね。すごい。という感じなんですけども、個人チャンネル始めたということで、はい、今ですね一問一答募集したんですよ。そしたら答えられないものありますよってメッセージが来ましたけど、はい、そうですね、これをやるとまあこっちの動画にもなるし、あとは多分伊豆先生がネタが尽きた時にこれを使ってもらえればいいかなと。なるほど。ここの動画に書いてあるものから答える、はい、なるほど。一問一答が一番やりやすいと思いますよ、うん、ネタ切れが少ないので。さあどういうのに答えていけるのか、はい、ね、ちょっとねあんまり異性関係の良くないですよね。はい、ちょっとね、そうですね、本当にそういうの好きですよね、もう本当にみんな。ね、一番多かったのがですね、うん、男性関係じゃなくて、はい、美籍でした。あー、美籍かー。なるほど。ここがやっぱりそんなに何なんですか、はい、荒れるポイントなんですか、物理で。うん、そうですね、やっぱもう議論ずっとされて結局答えが出ない議論なんじゃないかなって思います。何なんですか、入試物理の問題に微積を使っていいかダメかっていうのが揉めるとこなんですか。うん、というより教え方なんじゃないかな。そうなんか、教え方のその方針として微積を使って教える先生と使わずに教える先生がこう分かれるんで、そうするとやっぱ微積の方が分かりやすいっていう生徒さんと、使われると分かんなくなっちゃうっていう生徒さんと分かれるんで、でも、まあ、本質的には絶対微積なんですけど、はい、本質的すぎるとちょっとやっぱもともとそんな得意じゃない子からするとちょっと遠い存在になっちゃうみたいな。なるほど、はい、そうです、数学そこね、はい、分かんなかった人はえってなっちゃいますからね。そうですね、うん、まあ、そこはやっぱり揉めるんですね、はい、揉めますね、うん、多分、はい、英語の何ですか、精読とあ、そうですね、独読的なので揉めるのと同じようにあるんですね。そうですね、へえ、なるほど。森哲の物理の授業を見てどう思いましたか。最初しか見てない最初しか見てないなんだこれ、ドップラーかなみたいな。はいはいはい、そうです。いや、なんか見てないお絵描きしてるだけ。あ、お絵描きしてたのか。見てなかったです。再生数めっちゃあるんですけど、再生時間みんな1分とかです。平均1分で、みんな物理やるのかと思いきや絵描きですっていう単なる大喜利だったこの人に勝てないと思った予備校講師。そんなそんなガツガツ系に見えるんですか。今ね、そんな戦ってわーみたいな時代でもないんですけど ね、はい、あと尊敬するとかありますね。あ、尊敬する、そうですよ、うん、私習ってた物理の先生はやっぱり尊敬します、はいはいはい、なんか連絡したいみたいに泉先生にちょっと繋いでくださいみたいなコメントが来ました。言ってましたよって、東北の、はいはいはい、そうですそうです、先生から連絡が来て、はい、泉先生と繋いでほしいっていう連絡が来ましたので、お願いしますって言われて、どこに来てたかな、ツイッターでしたっけ、どこでしたっけ、忘れちゃいました私、はい、もう一回くださいその方。どの分野が好きですかっていっぱい来ました、物理の。どの分野、はい、好きな分野はどれですか。私は波動。波動剣波動が好き。波動が好き、はい、そういう、いや僕なんですけど、好きな力は何ですかって思ってます。好きな力、なんか重力、弾性力、摩擦力などって言ってますけど、特にないかな。特にない、はい、波動は好きだけど、はい、ね、まあ、波動が好きっていうよりも、うん、やっぱ波動のところって身近な物理現象が多いので、なるほど、うん、例えば光とか、うんうん、そうするとなんか楽しいですね。見たことある現象がこういう理由でそうなってるみたいなのが分かると、うんうん、関連した質問もいっぱい来てたのは、はい、物理は実生活にどういう時生かされますかって。生かされる、はい、っていうのいっぱい来てました。これ生かされる、うーん、この時あ役立ったみたいなことあります。役立った、へー、なんか役立ったっていうよりは、私がこれ習ってあーって思ったのは、うん、温暖化ってあるじゃないですか、はいはい、
で温暖化ってまあ最近はあんまりないけど、昔は結構テレビとかでも温暖化についてみたいな番組があって、画面上に氷が海に浮いてて、でなんか溶け出してるから海面上昇みたいな話が結構あったんですけど、それって流されてる氷が溶けても海面上昇にはつながらないんですよ。それ絶対そうですねどう考えてもねえ、でも結構知らない人、あ、そっかって気づかない人が多いんですよ。マジっすか、はい、だって普通にね、はい、ジュースとかね氷入れてね、そうですそうです、それで、はい、それ溶けて海面上昇するのかっていう、 そうだから大陸から氷がこう落ちてくると海面上昇になるんで、それを映すのはちょっとなんていうかイメージを操作しちゃってるかなっていう。なるほど、はい、そういうことに気づけると、はい、気づけるかなって思ったけど、あんまり森田先生頭にいいんで全然あ、そっかみたいな感じでした。あれとかないんですか、なんかこう車がアチチッとかってなるのを物理の現象で熱を逃がしたとか車をすぐに冷やすことができたとか。いやないかな女子の方が物理の成績が悪い理由はとかって、なんだそれ。あ、でも男女系の問題って世間でもいろいろあると思いますけど、結構やっぱ物理やるってなったら、え、女なのに珍しいねってよく言われてきたけど、ね、私珍しいからやってるわけじゃないから。でもそうやって言われてくると、例えば小学生の時とかに、うん、え、女の子なのに算数得意なんだみたいな、はいはいはい、で言われ方をし続けてると、うん、なんかそういう風に寄せちゃうんじゃないかなって思ってるんで、うん、まあ、成績が悪いっていうか、周りがそうやって珍しい珍しいとかって言うから、うん、なんかそう言っちゃうんじゃないかなって勝手に思ってます。前ね、講師室で科学か生物の先生かな、はい、言ってたのは、実は女性の方が点数がいいんだよって言ってましたね。でもまあ当時ね、まあ、問題になった医学部がね、はいはい、女性を入れないで男性を入れてたっていう時で、はいはいはい、でもね受かんないんだよって言ってました、ね、その時その先生は、まあ、もう知ってたんだなっていう、当時から、まあ、公になってなかった時ですけど、はい、言ってました。本当は女の子の方ができるんだよ、はい、でもね、入れてくんないんだよ大学からはっていう、すごい悲しい現実をさらりというなこの人と思ってますけどあられちゃんメガネをする時しない時は、はい、使い分けの基準はあるのですか？適当適当なんですね、あれ。全然どこで教えるときはとか。あ、でも最初はアガルートっていう場所で授業するってなった時に、はいはいはい、お試し動画を、うん、多分 YouTube かな、はいはいはい、に載っけるときとか、そういうのを考えたときに、あんまメガネない状態の顔をなんか出したくないなって思ってて、はい、そうなんですね、はい、なんでメガネかけてごまかそうって思ってたんですよ、はいはいはい、だしいつもこう下ろしてるんだけど結んじゃおうみたいな、めっちゃリーゼントみたいな感じのいかつい感じを出してったんですけど、もうめんどくさくてやめました。なるほど、はい、メガネはドア入ってたんですか？入ってないです。あ、ドア入ってなかったんですか、はい、あれはだてっていうとちょっと違う。あ、だてとはブルーライトカット。ああ、ブルーライトカットのやつだったわけですね、はいはい、なんかすごい物理の特殊なメガネとかではなかった。違いますブルーライトカット。やっぱ微積が多いですね。好きなスラムダンクの登場人物は？いやー、これはミッチーです。ミッチー、はい、あー、バスケがしたいです。安西先生っつって、はい、ベスト5を教えてくださいベスト 5? 5人もいます。5人、いやー、まあ、次ルカワかな。あー、ルカワ、はい、次が、まあ、その2人がちょっと飛び抜けてるかなっていう。僕は小暮藤間なんで。あ、小暮くんいいですね。藤間もイケメンですね、藤間最初から出てりゃ勝ってた。そうですねなんでピンチにならないと出てこない。そう、寝癖のあるコンテンツにデートに誘われたらまず寝癖を注意しますかって書いてまあ目立ちますよね多分歩いてたら部活はみたいに書いてます。中高部活入ってましたか？サークルとか入ってましたか？あ、中高はバスケ部。動画ちゃんと見てくださいね。サークルはないです。あ、ない。はい、アルバイトばっかしてました、うん、園田先生についてどう思いますか？園田先生私、ね、習ったことないんで、はい、でもすごい習ったことある生徒さんとか、うん、もともと習ってたっていうスタッフさんとかに聞くとすごくいいって、うん、あ、そうです、ね、聞きます。この定期テストで文字の順番が変、はい、例えば正解は V イコール AT ですが、はい、自分の書いた回答は V イコール TA みたいな、はいはいはい、というので減点されました。減点、あ、どう思いますかえ、なんで減点なんだろう。まあでも確かに AT の方がいいんだけど。 T タイムですか、時間ですか？そうですそうです。 V は何ですか、ボルトですか、何ですかこれ。ウェロシティ。ウェロシティ、速度ほうほうほう。私英語言いたくない、今直してくださいいや大丈夫だと思う。ウェロシティ合ってますよ。ウェロシティ、あ、速度、は
の計算なんですね、はい、そうですね、アクセレーション、あー加速度はい、加速度と時間をかけるんですね。なんか定数と変数と か, なんかそういうので前に定数が来ないといけないとか、はいはい、そういうのはありますよね。でも減点しなくていいんじゃないって感じですか。うん、まあ不自然だからだけど今度から気をつけてねって私だったら書くかな。なるほど、なるほど学習法とか多いですね。でもまあ学習法とかはね出ていきますので、はい、はい、これから頑張りつけます、はい、得意になるまでどのくらい時間がかかりました。物理が得意になるまで、まあ、正直なことを言うと、はい、教えるようになってで、あ、なるほど、はい、多分、うんうん、なんかいろいろ年を重ねるごとに教える期間が長くなるごとに、はいはい、あ、昔の自分って本当分かってなかったなって、おー、なるほどなるほど、なんかこう反省することが多くて、むしろそれが楽しくてやってるかなって、うんうんうん、こういう教え方もあるんだとか、だから得意になったなんか瞬間みたいなのはあんまりないかな、うんうん、なるほど、これらが来ました。まあ、ここあの置いときますので、ネタなくなったなって思ったらここにね来て置いて、はい、これ答えよう、そうですね、これあこれネタにしようって思ってやってくれればいいんじゃないかなと、はい、これ喋ってる間にもいくつももう来てますからね。すごい、はい、数学で毎日これだけやってこう、なんで数学とか来てますので、はいはい、ぜひですね泉先生の個人チャンネル見てみてください。はい、もしかしたらお願いします。めちゃめちゃ長く喋ったんで、もしかしたらメンバーシップにかなり行ってるかもしれないですけどはい、そんな感じでした。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.